朝日本テレビから最初に質問させていただきます。はい、今スピーチも終えられたところではありますが、国葬当日を迎えた心境を聞かせてください。国民の皆さんの、この国葬に対する世論はですね、どの世論調査でも6割以上が反対の声を上げているわけです。でこの声を全く無視して一個だにしないで、そして強行した、これ本当に岸田首相は聞く力ということをおっしゃっていますが、どこに聞く力があるのかという対応だと思うんですね。強く強く抗議をしたいと思います。そしてやはりこの問題ですね、今日は新たな戦いのスタート地点だと思っております。で岸田首相はですね、強行すれば、そのうち済んでいくだろうというふうに考えているかもしれませんけども、そうはいかない。特にですね、国葬は憲法違反だというこの問題点、憲法14条の法の下の平等に反する、19条の思想及び良心の自由を侵害する、この憲法違反の、国葬を強行したと、この問題点は絶対に曖昧にするわけにいきません。引き続き私たち徹底的に追及していきたいと考えています。もう一点質問させていただきます。はい、デモの参加者というか熱気がすごくあったんですけれども、参加されたあの感想といったところ、非常に大きな、新しい、民主主義を守っていこうといううねりが起こっているというふうに感じます。でこの前の日比谷、失礼しました、代々木公園の集会も1万人超える大きな集会だったんですが、今日も、平日のですね、この時間帯にもかかわらず非常にたくさんの皆さんが、参加されていると。でこれやはり今の日本の民主主義は危ないぞと、で憲法が危ないぞと、でこれをなんとかしなくちゃいけないという非常に熱い思いを感じます。ありがとうございます。記者さんいかがでしょうか。徹底的に追及ということをおっしゃいましたけど、臨時国会でどのようにこう政府追及していくという考えでしょうか。この憲法問題は国会でもきちんと追及していきます。憲法違反であること、法的根拠がないこと、でこれは議運でもこのことについては閉中審査である程度、やったわけでありますけれども、時間短かったですから、やはりこの問題は終わったからといってもう済む問題じゃないんですよ。憲法違反の暴挙を強行したということについてはこれきちんと正していかなくちゃいけない。一遍の閣議決定でね、憲法を保護にするような、そんなことがこう横行するような国にしてはならないというふうに思います。読売新聞の方です。はいはい、今日のですね、集会ですけれども、国葬と同じ時間に開かれている集会に委員長参加されました。冒頭のところでですね、黙祷の時間に国葬反対の祝賀飛行に分けておられました。考え方の一つとしてですね、式典の間は静かに見送るという考え方もあり得る、考え方の一つだと思いますが、あえて国葬のと同時刻にやっている集会に参加したその狙いというか、お考えというのはどういったものだったんでしょうか。私たちは超一般に反対しているわけではありません。私は安倍元総理がああいう形で亡くなられた時には、心からの弔意を表明いたしました。問題はそれを国葬という形で、やってると、ここにあるわけですよ。ですからこれは認めるわけにいかない。今日お話したように憲法上の大問題があります。憲法違反の暴挙と言わなければなりません。ですからこれに対する抗議の声を上げるのは当然だと考えております。すみません、関係の内容です。はい、今日は立憲民主党から泉さんと岡田さんはいらっしゃいませんでしたけれども、その点について何かご感想ありますか。これはもう立憲民主党さんの判断だと思います。よろしいですか。どうもありがとうございました。